するしない？どうも、日向彩子です。トッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠、今回のゲストは小林剛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、麻雀の匠、ルールはこのようになっています。当選曲一本馬開始です。皆さん、手牌を開けてください。さあ、ドラが数層、先ほどね、前回の曲では宝珠となってしまいましたが、何一つ気にしていない郷さんです。そうですね、あんなのはあの3品しか切る牌ないものが切って当たっただけなんでね、今回親がローンワンから打ち出しましたよ。そうですね、うん、まあ、これは変則って手役を狙って遅いのか、それともすごい整ってるのかわからないですが、うん、まあ、様子見ながらですね。ゴー、うん、さん、今回の手はどんな風に映ってますか？ゴーさんの手から。これは、まあ、単品系にいけるかな、どうかなと、うん、まあ、トーン重ねたら早そうですけどもまあ、トーン引くか数層引くかで方針がだいぶ変わりそうですね、うん、はい。で、親はローワンスーワンの手出し、うん、内側の牌です。これはね、結構遅いことが多いと思いますね。この打ち出しですか、うん、はい。めっちゃ高くて早いケースもたまにありますが、遠いチャンタやチートや国士を見て遅いケースがかなりあると思います。うん、サンスピン、どう打つのがいいんですか？シャワー場に1枚ワントイツ、まあ、泣かれたら対応できるんで、もうこのトーン切っちゃう手はありますね。ダブトンですね、はい、下茶の、まあ、この捨て牌の親に泣かれたらすごい大変ですがただ泣かれないことも多いので、うん、むしろこういうすごい遅い場合はね、うん、遅い場合に後で重ねられるのも嫌なんで、このぐらい整ってるともう泣かれてから考えるトーン切っちゃいます。今回は2巡目に役牌のトーン切っていきました。手出しの運送、これはいよいよ遅そうな国士かチャンタかチートイカってやつですね、うん、まあ、仕上がれば大きいですけどね、あとの2人はね、自然に自牌を切っていましたが、今3品が手出しでした。Gピン来ましたね。ここはまっすぐ行きます。お、これは234の3色だったり678あたりも見てですか？789。そうですね、まあ、これだけの結構すぐ進む手牌だと思うので、うん、まっすぐ行きます。お、手出し数ピン、お、Eピンはポンの声ですよ。親がEピンをポン、これはピンズの法律かチンスですね。ここで手出しシャア2枚切れの牌でした。まあ、こうなると、まあ、ピンズを絞っていけばいいので、神茶の郷さん、はい、手出しスーワン、ただドラそばの3層をいつ切るか絞りながらいくと切りたいチーピンが切れなくなってしまったんでそうですね、次3層を切るのか、それとも統一をほぐしていくのか、どうなるんでしょうか。ちょっと次のツモ次第で発見えていない自敗が来ましたね。これはさすがに発チーピン3ピンって切っていくのは3種類1つ以上泣かれそうな気がするんで、ここはもう3層切っちゃいます。ドラヒョ、ここで切りました。そうですね、これ初ぐらいっていう人いるけど、まっすぐ行くと本当3種類切らなきゃいけないっていうのが、うん、相当まずいところで、うん、4ピンつも切りで、なんちゃのなんちゃシャーチャの人は
ピンズ、あの地位をされる心配がないんで、うんうん、今のうちってピンズをいっぱい切ってくると思いますね。これは心配ですが、はい、横にはならないですね。これまで止めてたらさすがにもうちょっとパンパンになりますね、はい。まあ、すでにこのピンズと自敗抱えてだいぶ引き気味にはなってるんで、出だしパッソー、あれパッソーですねどう見えますか。これはピンズよりもトイトイカチャンタが見えてきますね。さあここでリーチが入った感じですね。三層ドラヒョウ切りリーチです。あれ安全牌があんまりないですね思いのほかそうですね。スーピンが現物で下茶がピンズだった場合は泣かれるかもしれませんが、おあれさあ E1 もポン、親が仕掛けてこれで2フロー E ピンと E1 を仕掛けています。これでトイトイかちゃんたか本郎とおかが見えてきたので、うん、まあ2ピン3スーピン3ピンあたりは切りやすいですね。確かにそうですね。ヤンワンも通りました。リーチに対して親もねさらに仕掛けてますから、こういうこう何ですか構図の時ってもうしっかり振り切る。あここで一度も回ってこなかったそうですね、空中戦でそのまま決着となってしまいました。おリーチ浦さん8300の大物手でしたね、はい、浦さんでした。さっき回ってくるまでにね、あの E1 ポンがなければ、はい、あの数ピン一発消してって切ろうと思ってたんですけど、うんうん、あのこの手出しパーソーがちょっと怪しいもののピンズの法律の可能性はまだあるんで ね、 そうですね、一発消してもらう数ピン切りは考えてましたがその必要はなく終わっちゃいましたねなるほど。さあどんなだったんですかね。瞳孔が見えてたんですね。あ、三色瞳孔渋い役ですよ。新郎と、なるほど確かに手早良かったんですか。あ、そうなのか。あ、なるほど、打つ牌がなくて、なるほど、ね、なるほど。さあ、ということで今回最後は決着の下りは参加できませんでしたね、思考が。そうですね、はい。さあまあなんか結局メンツもできずにバラバラでしたが、うん、まあこのぐらいの感覚である程度トンぐらいは切っていくっていう感じですかね。2巡目の判断、はい、うん、でもそのドラじゃない役配の判断の仕方も私的にはすごい勉強になりました。そうですか、基本的には自分の都合で切りますでもしっかり周りのこと考えてましたよ、ボスさん。自己都合じゃなかったですさあありがとうございます。最後までご視聴いただき皆さんありがとうございました。続いてのトーン4曲もぜひご覧ください。トーン4曲開始です。皆さん手配を開けてください。コウさんはシャーチャ、ドラがローソーです。さあこの手配、ハツがドイツ、ドラが1枚ポツンとしている手です。もうパッと見2000点ですよね。言うと思いました、はい、掴めてきました、はい、さんも1000点かな、ひょっとすると2000かないなくなる可能性もある。そうですね、ドラのあの子ですね、はい、なるほど。でこの点差今、うん、現状ラス目ですね。現状ラス目で3着まで2000点っていう状況なんですが、うん、トン4局なので、うん、あの1000点でも詰めておく価値はあると思うんですよね、うんうん、どうせこのままラスで終わることってあまりないので、まあ、オーラスまでに徐々に稼いで、まあ、着順が上がってればいいかなと思うんで、このぐらいの点数状況とトン4局なら、難を仕掛けていって、初を仕掛けて1000点か2000点で上がると思います。なるほど。もう、じゃあ今までのゴーさんはまだまだ貫いていくってことですね。そうですね。はい。ハクは場に1枚切れ。ハク初の2000点が見えてきましたね。確かに私もなんか見えてきましたそのようにさあまだまだこの点差は気にせず普段通りのバランスでゴーさんは打っていくということです。そうですね。
結構ラス目になるとただでさえ大ぶりな人がもっと大ぶりになって傷を広げていく姿をよく見るんですが、なんか、はい、思い当たる節があります。あれ大ですか小ですか、どうですかね。多分どっちにもならないですけど、まあさすがにこれだと、うん、ハツをポンしたらリャンワン切りになりますよね。そうですね、うん、で白チュン重ねたらウーアンを切っていくという感じです。親、うん、はチーワン手出し、今回自敗がなかなか見えませんね。お、このチーワンもつもぎりでしたね。今ハーピン、どんな手を進めているんですかね、周りも。あ、これはつもぎりでしたな。ないですね。つもぎり。さて、三層もリャンワンもいらないんですが、まあ、スソとウソに関してはドラで使いたいので、うん、三層切りますかね。はい。まあ、リャンワンでも白チュンでも、そんな大差はないと思いますが。うんうん、まあでもドラ、ね、まあドラがローソーなだけに3層っていう感じですね、うん、もうつもぎで続いてますね。こんにちは、この場境は本当全然わからないのでね、はい、全体的につもぎりが続いています。まあこういうその端っこつもぎってるだけの人の手配いくら考えてもしょうがないので、むしろこの手の計画を絶対間違えないようにしたいですね。まあでも、まあ、たまたまこの手は簡単ですけど初もね、あ、感想でした。これも切るた、はい、初泣いた時はリャンワンからですか。そうですね、そろそろ捨て配2段目にも差し掛かって、うん、安全、まあ、ブクブクにはしたくないので初泣いたらリャンワンですね、うん。角がね、自分から3枚見えになりました。角の安全牌としての価値は上がりましたね。うん、3ピン。これで、ドラに予定通り。ね、これは、ウソチーから入りたいですね。ネックな。うん、これ、初ポンよりもウソチーの方が、上がりには近づいて安全度は下がらないので、これはぜひ嘘を落ちしたいです。ただし初も泣きます。はい、4本切り。でここで嘘を落ちするとなると、ピンズの3445の部分も2メンツできそうなので、うん、ウーアンもあんまりいらなくなるかなと。はい、あれチートイツが見えてきましたね。チートイツとクイタンと見えてきたので、まあ切るのはチュンかハクか、うん、2枚切れを残すか、それともションパイを残すか、うん、これはどちらの方が、これはどっちだろうな。どっちもありですね。まあ僕は結構安全牌残してチュンからいっちゃうんですけどね、うん。チュン泣かれましたね。はい、ポンが入りました。まあどうせ切る牌なんで ね、まあ泣かれるにしてもリーチって言われる前に切っておきたいのもあるし、ええ、まあ、泣かれること自体はそんなに気にしないですね、うんうん。まだね、ハツも姿を見せません。初出たらまあ泣くんですけど、うん、泣いた後のブクブクなのがちょっと嫌ですね。本当ですよね。でも泣きますよね。でも泣きますね。はい。チートのイシャンテンになった。チートイツイシャンテンですけど、もうこれはじゃあチートイツのイシャンテンでメンツテのリャンシャンテンでドラも浮いてるんで、さすがにこれは僕もね、めったにチートイツには決めないんですが。うん、チートイツの方が早いと思うのでチートイツに決めます。なかなか見れないゴーさんが見れてるってことですか、そうですね。ってなると判断は、判断は3ピンかウーピンかハク、ハク2枚切れ、3ピン1枚切れ、
それが一応ない。ウーピンあたりは自分で見持っている分だけですね。1枚切れというよりはむしろ安全度の高い牌で、うん、箱が一番安全度高いですもんね、はい、でまあドラは切らないとすると、うん、残りの2枚をどうするかですけども、僕はこんなウーピンを残したくないんで、うん、一番危ないウーピンからいきます。なるほど。あこの時点ですでに親が天牌を入れていました。トンがあんこでしたね。アブトンあんこ、うん、これはどうしようもないですね、まあ、さっきも親に打ちましたが、うん、これも4800点でした今回、天牌サインは出てないし、うん、この捨て牌はちょっと厳しいですね、うん、これは気にしないですね。つむぎりも多かったので、もともと手はかなりまとまっていた、そういうことですね、形ですね。まあ、こういう連続補充はもう一切気にしない方がいいです。うん、まあ、僕は全曲のことあんまり覚えてないんで気にしないんですけど。しかも連続補充じゃなかったんです、ね、じゃないです。一回挟んでますけど、はい、うん、でもなんかリセット早そうですもんね、脳、はい、の。はい、今回は補充となってしまいました、ゴーさん。まあ、これはチートイツに決めて、まあ、スピード間に合わないと思っての判断なんで、うん、まあ、この辺の先切り牌が当たるのは仕方ないと思いますね。うん、本当ですね。これはやむなし。そして相手にドラがこうなくてよかったですね。そうですね。座布団あんこの手に、いやこういうねこともありますけれども、これはまあ致し方ない。これは気にしないですね。いいです。はい、でこの特にこのチートイツでドラのど真ん中が浮いたチートイツのイシャンテンってあんまり良くないんですよ、手として。うん、あの大きな足待ちとしても良くない牌が残ってて、まあ、打点としてはそこそこですけど、大して価値のない手だと思ってるんで、実はドラ1枚のチートイツってすごい難しくて、まあ、とりあえず危険牌先切りして安全牌候補のヤンピンと、ヤンピンじゃない、3ピンと白を残したという感じです。うん、すごく納得のいく手順でした。はい、ありがとうございます。さあ、ご視聴いただきありがとうございました。次のトーン4曲一本場もぜひご覧ください。